回は札幌から約1時間半フルーツ王国二木町へ来ました。皆さんこんにちは、北野有尾奈です。皆さん、実はですね、私日本に来てもうすごく全ていいんですが、ただ唯一のことだけちょっと物足りないというように感じてるんですけれども、何だと思いますか？フルーツです。まあスーパーのフルーツとかはもう本当に綺麗で美味しいんですが、ちょっと高いですね。でも私もうお腹がいっぱいになるまでフルーツ食べたいんですよ。ということで、フルーツ食べ放題ができるフルーツ王国に来ました。旅に行きたいと思います。今日は来たのはさくらんぼ山です。結構山の奥にいますよ。フルーツ農園ですね。ここはぶどう、さくらんぼなどのフルーツ狩りができます。じゃあこれからぶどう狩りしに行きます。ここはね、両方側に温室があります。さあ来ましたよ。これぶどう狩り会場です。キャンベルス、ナイアガラ、ノースレッドなどなどの品種があります。じゃあ入りましょう。うわー、いきなり上からぶどう。さてと皆さん、今日は三木町のぶどう狩りしに来ましたよ。今温室の中にいます。たくさんぶどうがなってますね。温室の中でものすごく甘いフルーティーな香りがします。美味しそう。それなりに人がいるんですけれども、マスクは迷いますね。すごい、どこ見てもぶどうだ。こう食べてもいいんだけど、見るのもすごく楽しいですね。すごい、もう食べ頃ですね。とここいろんな種類があるからね、品種が変わってきた。粒がでっかいです、見てください。でもやっぱりこう腰を曲げなきゃいけないですね。腰痛くなる。ここはマスカット、マスカットエリアです。シャインマスカット、ゾーンに入ります。ブドウがたくさんあって、本当に海のようです。全部シャインマスカットだ、綺麗。じゃあ、いろんなブドウの品種を食べてみたいと思います。じゃあ正しい食べ方を勉強しましょう。食べたい分だけハサミでカットしてください。粒抜きダメ、粒泥棒になりますね。で、例えばこの一束にこの先っぽだけ取りたいんだったら、もう食べたい分だけ切るんですよ。皆さん、食べたいと思います。受付でこの紙カップとハサミもらいました。種ここに入れます。で、あとハサミで食べたい分だけ切るんですね。どっから食べるんでしょうね。そっからでいいかな。あ、切れた。3粒しか取れてない。じゃーん、こんなぐらいの粒ですよ。いただきます。甘い。しかもすごくジューシー。こうマスカットジュース飲んでるかのような感じですね。ジュワッ。あー、最高。カモン。じゃあ皆さん、次の品種食べたいと思います。次の品種はね、すっごい粒が大きいブドウなんですけれども、富士みのりっていう、まあ、名前なんですが、食べてみましょう。お、来た。取れましたよ。いただきます。
もう果実がたっぷり入ってて、すぐ喉に入ってしまったんですね。美味しい。いただきます。美味しいです。これはまた味が違ってものすごく濃厚な感じがしますね。楽しいですよ。ナイアガラじゃん。これ大好きな味です。ここね、入った瞬間でものすごいテンションがアップになって、うわーって思って、こんなにブドウがたくさんなんかブドウテラピーですね。本当になんかすぐ元気になる。あー、いいわ。こう散歩するだけでも楽しい。なんか食べるのを忘れてしまう。なんと有料で持ち帰りも可能です。じゃあ家で食べれるように買いましょう。うわー大きい。よし、こんな感じです。じゃーん。さてと、もうここで正直でもう気づかずも1時間ぐらい経ってしまいました。で、あとはやっぱりブドウが美味しかったから持ち帰りもしましたよ。見て、じゃーん。取ったブドウをここで測りたいと思います。はい、1キロちょうどです。おー、900円になります。はい、すごく美味しかったです。美味しかったですか。はい、次来たのは仁木町の夢い店、フルーツファクトリー仁木ファームです。ここのケーキは絶品。さてと、仁木町に来たということで、ここで有名な仁木ファームのお店に来ました。ちょっと私、甘いもの好きなのでたくさん買いましたよ。じゃあ買ったものを紹介しますね。まずはチェリーパイで、そして、シャインマスカット&イチゴタルトと、あとここすごい有名なシフォンケーキのプレーン味です。うわー、食べたい。シャインマスカットのタルトからいきたいと思います。美味しそう。いただきます。シャインマスカットのシャキシャキ感が残ってて美味しいです。しかもここで仁木町で採れたマスカットですからね、こうペロッと食べちゃいますね。美味しい。続きまして、チェリーパイいきます。まあちょっと失礼ですが、こう手で食べちゃいます。あ、優しい味。チェリーがたっぷり入ってます。ものすごい甘さが控えめで、こう優しい味がしますね。結構自然の甘さなんですよ。実は私2年前余市町でさくらんぼ狩りをしてたんですけれども、今はこのチェリーパイ食べてあの時を思い出したんですよ。おー、すごく良かった。さあ最後になりました、シフォンケーキです。じゃーん。こちらのシフォンケーキは口コミでものすごく評判のいいものですよ。実は仁木町にこのシフォンケーキを食べるために来る人もいます。私もその一人ですからね。いただきます。あ、
柔らかい。見ました？すごいふわふわ。でもスッとフォークが入りますね。いただきます。うん、あ、おいしい。何これ、雪のような軽さですね。口に入れた瞬間に溶けます。うん、ボリュームもあっておいしい。ごちそうさまでした。おいしかった。全部食べちゃいました。やっぱり甘いもの好きです。その他いろんな種類のケーキがありますよ。ということで今日は二木町を回ってきました。今は私いるのは二木ヒルズワイナリーなんですけれども、まあ、ここ来たのはもう16時なんですけれども、ちょうどここで16時にクローズになってますが、残念ですが今回は二木ヒルズちょっと映ることができなくて、また次回ですね。今日はこの素晴らしい風景を見て帰ろうかな。はい、今日は日記帳を一緒に回っていただいてありがとうございます。それではまたね。パカパカ。